キリンフリーは、キリンビール株式会社が製造、販売していたノンアルコールの炭酸飲料。製造工場は、滋賀工場、鳥出工場、岡山工場。キリンビールも以前から超低アルコール飲料、キリンモルトスカッシュを販売していたが、アルコール分がわずかに含まれていた。一方、2006年の福岡飲酒運転事故を契機に、飲酒運転が社会問題として大きく、 クローズアップされた。2007年には道路交通法改正により飲酒運転者への罰則が強化されただけでなく、同情行為や種類の提供者も罰則の対象となった。飲酒運転撲滅を訴える世論の高まりからアルコール分を含まないビールテイスト飲料の需要を見込んだキリンビールはモルトスカッシュに代わるアルコール分0.00%のビールテイスト飲料を開発。 商品名をキリンフリーとして2009年4月から発売した。キリンビールによるビールテイスト飲料カテゴリーにおける調査では、世界初のアルコール分0.00%のビール、風味炭酸飲料である。またキリンビールは、警察庁科学警察研究所の論文をもとにした自動車運転シミュレーションで、キリンフリーを飲んでの運転の安全性を実証した。 発売当初は3 5 0トル缶と飲食店向けの3 3 4トル小瓶の2種で、滋賀工場と栃木工場の2カ所で生産を行い、発売初年の年間販売目標を63万ケースとしていた。しかし、発売初年の初月だけで年間販売目標の半分を超える約34万ケースを販売。これを受けて5月には年間販売目標を97万。 ケース像の160万ケースに情報修正、生産ラインも大幅に強化した。その後も勢いは止まらず、同年8月に前回比90万ケース像の250万ケース、同年10月には前回比100万ケース像の350万ケースと2度の情報修正を行い、発売初年最終販売実績は400万ケースを達成した。このヒットを受けるように、 同年9月に 500ml 缶と 500ml 中瓶を追加し、4サイズとなった。同年12月にリニューアルが行われ、後味の甘みや酸味を改善し、より爽やかな味わいとなった。2010年2月には、春の全国交通安全運動に合わせ、瓶入りを期間限定で、ハンドルキーパー瓶に切り替え、本製品の発売を契機に2009年9月に、当社も、 ハンドルキーパー運動を支援することとなり、同運動の認知拡大、浸透を図るため、ネックマーク部にハンドルキーパーマークをデザインした。このハンドルキーパー瓶は、同年7月2009年秋にも期間限定で発売した。2010年12月に2度目のリニューアルを実施。仕込みの段階で用いる爆重を食物繊維や組料などの副材料を用いない爆が100%に、 変更。より一層爆芽の味や香りを楽しめる美味しさとなった。なお、発売開始当初から本製品の製造を行っていた栃木工場が生産拠点の再編により閉鎖され、同工場で生産されていた分は、茨城県にある鳥出工場に移管された。2011年6月には、好調な販売を受けて、岡山工場でも本製品の生産を開始し、 生産拠点は3カ所となった。同年8月には 500ml 缶に6缶パックを追加設定した。同年9月には海外市会社を通じアメリカ西海岸でのテスト販売を開始。モータリゼーションが最も発達した地域の一つであり、市場調査の結果により、日本国内同様にノンアルコールビールテイスト飲料の需要があり、飲用シーンが広がる。 可能性があることからテスト販売を行うこととなった3 3 4トル小瓶のみの設定で業務用市場を中心に展開される2012年1月に3度目のリニューアルを実施人工甘味料合成香料酸化防止剤を無添加にしたことで雑味や甘みを抑えたほか発売以来初めてパッケージデザインを刷新背景に緑を採用した ロゴデザインは従来通りだが、よりカジュアルで洗練されたデザインにするため、白基調に変更された。2013年3月に4度目のリニューアル。発売開始から約4年が経ち、味覚に対する評価が課題となっていた現状を踏まえ、全面改良を実施。仕込み段階で爆獣の製造工程を1から、見直すとともに、ホップの品種を変え。 添加するタイミングを爆獣射つ前に切り替えたことで、ビールらしい苦味と麦の香りが生きた味覚を実現。また、香料も見直したことで喉越しも良くなった。パッケージデザインは以前のものを踏襲するが、オーバルを大きくしたほか、発売当初用いていたパッケージ下部の金のラインが復活した。また、より気軽に飲みたい方や少しだけ飲みたい方のニーズに応えるべく、新たに、 小容量サイズの 250ml 缶を追加し、サイズラインナップは再び4サイズとなった。キリンビールはアルコール分0.00%なので法律上の問題はないと説明しているものの、未成年者が引用するとアルコール入りビールの引用を誘発しかねないため推奨していない。よって、ラベルにはこの製品は20歳以上の方の引用を想定して、 開発しましたという説明が書いてある。同じ理由で、ファミリーマートなど一部コンビニエンスストアでは未成年者への本品の販売を拒否している。2017年9月末をもってオリジナルのキリンフリーは製造終了、出荷終了し、同年12月末をもって販売終了となった。同年4月より販売を開始したキリン01が事実上の後継商品となり、 既存の横展開商品のパーフェクトフリーはこれまで同り平売となる。以下は 350ml 缶のその他記載事項。新製法によりアルコールは生成されない。酵母を全く使用しないので発酵しない。爆銃製造技術と公味調合技術を駆使。グループ会社キリンビバレッジの技術協力も得て因見応えのある味わいに仕上げているという。 現在過去、ありがとうございます。